ょっとぼやけてますけど、あ、今ので多分正直入ったんで、ちょっと一回止めようか。よし、よし、復活しましたよ。この場所のままでいい？あ、猫、猫、黒猫だ。黒猫だ。あ、逃げた。まあね、野生子？うん、ちっちゃい猫やったね、これ。え、ちっちゃく。ちっちゃく。さあ、では続きに行きましょう。まあ、ここからだんだんと本領発揮してくるからね。取材出てね。ああ、で、なんだったっけ、大会が始まったって話か。あの時もね、俺やらかしたのがさ、一応実行委員長の挨拶みたいなのがある。で、挨拶文考えといてくださいねって言われとって、まあ何分ぐらいで、はいはーいって。まあ一応ね、そりゃ文芸部の人間ですから、それぐらいのね、パッパッパッと書けるわけですよ。で、まあ無難にね、本日は遠方ですね、遠方より、お越しいただきありがとうございますみたいなね。なして東海地方と近畿地方と電波止まってるからね、うん、で、この大会がないね、どんな大会ってな、この内容は本当にもう忘れちゃったんだろう、うん、まあすっげえ無難な文章、皆さんね、その、学生の若者の、その創作活動のなんか自分自然にねになるような、一般に、なっていくことを願ってみたいなことを書いとったんやけど、つまらんなと思っとったんよ、正直書いて、書いて。で、出して、はい、OK ってなって、ちょっと添削をして、はい、これで行きましょうってなっとったんやけど、これちょっとつまらんなと思って、なんかちょっと面白いこと言いたいなと思って、やっぱそれは、これから創作活動を担っていく身の人間が、こんな無難なことばっかり書いていたら、文学界が終わってしまうんじゃないですかって。思っちゃったから、で、思いついたのが、ちょっと宣戦布告みたいな、まあ結果的にどうだったかっていうと、当日、行って、まあ私これからね、講演していただく先生よりも多分売れっ子になっちゃいますけど、今はおとなしく話を聞かせていただこうと思いますみたいなことを言って、結果どうだったかっていうと、そこからドッグファイトが始まりました。コールのね、はい、だけどさ、当時高校生やん、向こうバリッバリの大作家や、これ知らなかったけどな、当時、だからどうせそんな言ってもね、1万部とか2万部とか売れとって、それそんなもんやろと思っとったから、100万部ぐらい俺は売れるやろと思って、言ったらさ、そんなことない、向こう何百万部売ってんねんって話や何百万で期間か、累計は多分1000万部とかは超えとんやろな、だってウサギの目と天の瞳とかあるから、だってあれも結局それだとドラマ化したからさ、まだドラマ化する前だったからさ、天の瞳が、で、ふざけんじゃねえって話になって、で、そこから、生々しい作家で食っていくのがそんだけ大変かみたいな、ところになって、討論というかもう一方的に振る本がやけどな、割とガチ切れだった、ガチで切れてた、後で呼ばれて後で呼ばれて一緒にご飯食べながらすっげえ反省会させられたもん、させんってで、こっちかな、多分これやってるはず、いよいよなんか怪しい感じの、あの交差点の感じとか、懐かしいな、そうだよ、ハイタインさんとはそんな感じだったんで最初で、そこから一応作品読んで、で新刊出た時に一応挨拶に行って、買ってやりましょうさ、サインしてもいいんですよみたいな感じ、まあまあ将来どうなるか分かりませんからね、負け惜しみを言ってあれやったけど、まあその時結局飯をおごってもらってるからありえないけどな、あれはやばかったね。で結局その
時の実行委員長とかやっとったよっていう一応実績があるやん、うん、でその後にあの三重県からいわゆるそれぞれの各都道府県から代表選考みたいなのがあるわけよ、うん、まあ本来は品評会ないんだな、うんうん、で選考会があってで、ね、そこにまあ選考実行委員長もやっとった兼ね合いでうちも、まあ会議みたいなのにお呼ばれしとって、代表決めましょうってなって、じゃあ、まるまるさん小説で、このところでこういった賞を取りましたし、まるまるさんまず一人目行きましょうとかって埋めてって埋まってって、でその年が結局三重県が一枠多かった代表の枠が、うん、あの幹事校や幹事権やったから、うん、最後にあら余りましたねと。どうでしょう、まあ、あの四日市南高校さん1名ね、あの 部長の選出をされておりますが、まあ、結構今回南高校さん頑張ったんじゃないですかねちなみにこれってあの東京の移動費って出るんですか、あの正式な、ね、文部科学省がやってる、文化会の大会のあのやる代表なんで県の教育委員会から全額出ますよ、行きたいって行きたいって言って、一枠に呼んでこうねじ込むという形でね、うん、東京行ったな、行ったよ、だから一応全国大会出場っていう形になったからね、別にその場でなんか作品の朗読とかそんなのあるわけじゃないんだけどな、それこそ、うん、全国大会も高橋健一郎さんやったっけな、うん、来とったな、で基調講演をしていただいたりとか、なんかいろんななんか結構堅苦しい話が多かった感じがあったけど、イメージとしてあるけど、移動は移動で大変やったんやから、あれあの旗から見たらあの8人やったんやで、俺がおるやろ、で他の7人全員女子や、高校生が女子7人引き連れて東京に一泊旅行や、はい、旗から見たら、うん、うん、ありますね、旗から見たらな、多分現実なんて男の人権なんてないからな、そうなったら、はい、肩見せないけど、うん、まあ、したら文芸部 あの全国大会に行くっていうメンバーやで、まあね、腐り切ったメンバーでございますよ、はい、ね、文芸部員やのにみんなかけたの話をしとったからな、うん、キルアワーを受けた、当時はテニスのおじさんだった、ね、テニプリよりもハンターハンターとかの方が強かったかな当時は、うん、ちょうどハンターハンター壊ってねほんとここら辺むずいのよ、こうかな、そうですね、うん、山道よりも逆に難しいやろ、選択肢がいろいろとトラップが多いから、うわ、あの人形怖っ、 あ、見え方、うん、あの子供の人形が多分口張ってたんやろな、うん、多分昼前見てもちょっと怖いやつやね、夜のこのライトやったからめちゃくちゃ怖かった、ちなみにあれだよ、スターステールの前身のプレゼンができたのはその大会の時に、あの、栃木県の代表の、あ、それこそ栃木だ、今宇都宮って話題出たけど、宇都宮高校のやつも見た、宇都宮高校と、ああ、なんかそれは聞いた気がする、そう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 、あの鹿沼市っていうところの鹿沼高校のメンバーとその時に席が取れた、こんな感じでで公演の話が止まらんなって話になってやっぱ止まらないよなって話しとって、これで告げ、これで告げ、あ、そうや、告げでもない、そう、なんか高速道路くぐって、そう、謎の高速道路くぐって、謎じゃねえ、これは名犯だと
なんわかんにくいやろこれ。わかりにくい。でこっからいきなりですかね。この先がもう一つ恋だって先からだからやっべえ区間に入ってくるね。やばい、高2は濃縮しとったな俺。勉強の成績はひどかったけど、あ、ほやね、あれやもう再試験をするって言われたんやけど、あ、再試をやるってなったんやけど、再試の、日程がつけれやんって、すいません、その日は文芸年の会議がすいません、そっちは生徒会の会議が入っとって4回予定変更先生にしてもらってわざわざ他の方大丈夫ですかね、再試まで行っとんのはお前だけじゃって言われて、さあせーんいうやり取りとかもしながらなんとか、予定をやりくりしとったら更新の野郎がスケジュール帳を見ながら、いやこの日はダメです、この日も予定が普通に何時までに行かないといけないんですか。いやと思うけど、あ、ここ、はい、はい、この福音出教所、わー、なんだこれ、来ましたよね。はい、これ国道のね、必須条件でもあります。あ、もうね、Google マップはね、もはやこれ国道じゃなくなってるでしょ、うん、あ、これ一応国道なんで信じられんしょ、これ、うん、確かにおにぎりあったね。あったしあったね。あ、これあれですよ、いや、対抗しないで、あ、対抗かよ、だけど大丈夫大丈夫、ここで合流するわけだ。そう、あそこにもう一つ交差点から厄介ないよ。でこっからはちょっとまた広くなる、けどもう一山越えやなあかんのよね。